いつも私がやっているハピエネのポーズ、これはフレミングの右手の法則の形でも、今日はこちらフレミングの左手の法則について実験で明らかにしてみましょう。用意したのはブラウン管テレビです。今の液晶テレビに取って代わられるまでテレビはブラウン管でした。画面は白ですがカラーテレビです。ここに磁石を近づけると、不思議な現象ですね。実はこの現象にフレミングの左手の法則が関係しています。なぜこのような現象が起こるのか、まずはブラウン管テレビの仕組みを見てみましょう。こちらが実際のブラウン管です。中は真空になっています。昔のテレビはこの部分から電子を打ち出し、画面に当てることで映像を映し出していたんです。カラフルな模様ができたのは電子を磁石によって曲げたため、その結果白だった画面に影響が出たのです。電子が磁力によって曲がる現象はフレーミングの左手の法則で説明できます。こちらは電子線を見ることができる装置です。電子が飛んでいる様子が緑色の線で見えます。この電子はマイナスからプラスに向かって飛んでいます。ではここに磁石を近づけてみましょう。線が曲がった。線が曲がりましたね。ではこの現象をフレーミングの左手の法則に当てはめてみましょう。中指は電流の向きを表しています。しかし電子の飛ぶ向きは電流の向きと逆です。人差し指は磁力の向き、そして親指は発生する力の向きを表すので、線は上向きに曲がったのです。フレミングの左手の法則は電流と磁力とそこに働く力の関係を表した法則。発見したイギリスの物理学者ジョン・フレミングにちなんで名付けられたのです。ハピエネ。こちらはとても強力な磁力を持つネオジム磁石です。ここにあるクリップに近づければ、ご覧のようなパワーを持っているネオジム磁石けれど、ネオジム磁石にも弱点があるんです。金属の細い板の上に2種類の磁石が乗っています。強力な磁力を持つネオジム磁石と、ネオジムよりも磁力が弱いフェライト磁石です。それぞれの磁力によってクリップを浮かべます。では金属の板をバーナーで熱してみましょう。どうなるでしょうか。クリップが落ちた。磁力が強いネオジム磁石の方のクリップが先に落ちましたね。バーナーによって磁石が高になると、磁石の中の磁性体が激しく動き、一方向に揃っていた磁力の方向がバラバラになってしまいます。その結果磁力が弱まります。磁力が弱まる温度をキュリー点と呼びますが、フェライト磁石がおよそ450度、一方ネオジム磁石はおよそ330度なんです。フェライト磁石よりも断然強力な磁力を持つネオジム磁石ですが、実はフェライト磁石よりも熱に弱いのです。こちらに熱によって磁力が弱くなる性質を利用したおもちゃを用意しました。ろうそくに火をつけてみますよ。面白い。仕組みを解説しましょう。二股になっている2本の針金は磁石によって磁力を持っています。この針金が熱せられて磁力を失うと、二股になっているもう一方の針金が磁石に引き寄せられます。
き寄せられた針金は熱せられて磁力を失います。するともう一方の針金は冷え、磁石によって磁力が復活、引き寄せられます。これを繰り返しているんです。ハッピエネ、これは強力な磁力を持つネオジム磁石です。このように強力です。これを使ってまるで魔法のような現象をお見せしましょう。こちらは銅板です。3センチはあるとても分厚いものです。ここにこのネオジム磁石を落としてみましょう。よく見ていてください。不思議な動き。着地する瞬間に急にブレーキがかかったような動き、不思議ですよね。一体何が起きたのでしょうか。銅板にネオジム磁石が近づくと銅板に電流が流れます。これを渦電流と言います。電流が流れたことで銅板にネオジム磁石と反発する磁力が発生します。そのため磁石にブレーキがかかりゆっくり落ちるんです。これでも十分不思議な現象ですが、本番はここからです。銅板をマイナス196度の液体窒素を使って冷やします。ここにネオジム磁石を落とすと磁石が浮いた。さらにこんなこともできますよ。金属を冷やすと電気抵抗が小さくなり電流が流れやすくなります。冷やした銅板に強力な磁石が近づくと電気抵抗が小さくなった分多くの電流が流れます。その結果銅板で発生する磁力も大きくなり強く反発するようになるんです。金属は冷やすと電流が流れやすくなる、その証拠をお見せしましょう。こちらが電源です。何重にも巻いた導線が電球につながっています。スイッチを入れると電球がつきました。でも暗いですよね。そこでこの導線を液体窒素に入れ冷やします。すると明るくなった。電球が明るくなりました。導線を冷やすことで電気抵抗が小さくなり電流が流れやすくなったため電球が明るくなったんです。明日のあなたがエネルギーで幸せになりますように。合言葉はハッピエネ。